あと2人。Representing the USA, Tara Lipinski. 23番、タラ・リピンスキーさん、アメリカ。他の選手がどんな演技をしようと、自分の世界、タラ・リピンスキー。レイバックスピン。ダブルアクセル。苦しんだフリップきっちり成功。3回転この構えはルッツ。3回転ダブルトー。フリーはウール・デイビス、レインボー、そしてサマのコンビネーション。トリプルループ、さらにループ、成功。ルッツは立ちました。トーループ3回転、そしてサルコー3回転。あー喜んでいますタラ・リピンスキー。金メダルに向かって見事なフリーの演技。得意のトリプルループ、トリプルループ成功。持てる力を出し尽くしました。
15歳中学3年生です。かかるプレッシャーの中自分の演技ができる。ルッツダブルトー、本来彼女はルッツループトリプルトリプルという挑戦もありましたが、ここはダブルトーでいきました。そして得意のこのトリプルループそのまま3回転ループループの彼女が、まあ、世界で初めて女子としてやりました。このコンビネーション後半でのルッツも決めます。本人は大満足の表情。キャラハンコーチも さあ得点はどう出るか。まずテクニカルメリット5.9 がこれだけ並んでいます。5人並んでいる。プレゼンテーションはどうでしょう。パラリンピックにトップミシェル・クアンも抜きました。6人が1位をマークつけました。リピンスキー、ミシェル・クアンを抜いてトップに立ちました。あと1人。On the ice, representing Russia, Maria Butyrskaya. 24番、マリア・ブッテルスカヤさん。